からどうしよう。何か計画とかないのか？旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、アヤカ？一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに。今回の依頼はシャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。個人ってことはプライベートなことか？はい、私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。先日、古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。そこにはお母様が書き留めた様々な冊子が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか？はい、両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。ぜひお会いしてみたいと思い、手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。じゃあオイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、その一緒に手土産を用意していただきたく思ったからで、それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。はい、あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。それは良かったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。よろしければ一緒に行動しましょう。もちろん、いいよな。ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。おお、行こう。まだ稲妻のにぎやかで面白い場所に行ったことないぞ。違います。私はただお祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ業の者はすでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。
この時期になると稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。あ、仕事ばかりに気が入ってしまい話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ早く店の中に行ってみようぜ。新しいお着物ちょっと見ていきませんか。あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で。こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか。おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは。見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。ただ少々厄介な問題がありまして。その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。自分で布を買わないといけないってことか。小倉屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう。万国商会に行ってみてはどうですか。彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのツテを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。そういえばオイラたちもう随分離島には行ってないな。ということはどうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。早かのやつ、こそこそと何の話をしてるんだ。あ、はい、わかりました。ではよろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じでとても楽しみなんです。ありがとうございます。では私たちはこれで、旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。匠は宝を有す。ここが万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。
そこ、クリス会長だよな。ええ、あの方で間違いないかと。一体どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか。おあなたは上里家の綾香様。こんにちは。それに旅人さんも、お久しぶりです。近頃は離島から離れたみたいですね。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところでなんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ。何かあったのか。それが、お恥ずかしながら万国商会の貨物が浪人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか。高級な絹です。あ、何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底を尽きるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、まさかそんな時に、あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。私も被害届を出そうと思ったのですが、あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、発言にはご注意ください。あ、申し訳ございません。つい愚痴をこぼしてしまいました。今のところ良い案も思い浮かばず、我々商会の人間だけでは貨物を取り戻すことも難しい。はあ、この損害はきっと運命によって定められた避けようのないものだったのでしょう。正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか、やはり。って、え？うえ、はい。しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれ社奉行と上里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面した時、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。不必要な損失を避けるためにも、今後はより一層注意を払っておくべきでしょう。はい、必ず。しかしお手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは民衆の間でも高い評判を持つお方、我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと、私は上里家の長女、勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。時間は2時間前、場所は、皆さん私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。
よし、出発。皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡、非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。人数で何ができるというんだ。寝言は寝てから言え。何を自信満々に。そんなことは、なんて奴らだ。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ聞くが、お前は他国から来た商人だよな。万国商会、稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ。お前らが今まで誰かに助けられ、一度でも守られたことなんてあったか？自分の立場もよく分かってないようだな。この稲妻では、お前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、よそ者、一つ交渉と行こうじゃないか。交渉？モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。血まみれでここを去るよりはマシだろ。いい加減にしろ。私は諦めるしかないのか。お待ちください、クリスさん。モラを渡す必要はございません。しかし、私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。私はあなたのためにこの剣を解決すると。はい、そうでした。では、あなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。ここからは私が約束を果たす番です。命を捨てに来たか。踊りなさい。今回は大物が釣れたようだ。南山八九、せっ、これでどうだ。さあ、それ失礼。踊りなさい。
命を捨てに来た。天理チョーク。失礼。さび止まれ。ございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我はありませんか？大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。盗まれたものは全てここにありますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。中身が無事かご確認を。牢屋とは。はい、間違いありません、すべて無事です。よかった、早く絹を買おうぜ。絹を？まさか皆さん、こちらの品が必要だったのですか？はい、おっしゃる通り、間違いございません。誤解するなよ、そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。もう少し遅れてたら昨日は買えなかったかもしれないからな。皆さん、本当に何とお礼を申せばいいのか。皆さん、絹が必要なんですよね。今すぐ一巻き用意します。ありがとうございます。いくらでしょうか？あなたは私の恩人です、モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。この絹は通常の価格で私に販売してください。気を使うことはございません。本日この森では何も起きませんでした。そうでしょ？皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後何か必要があれば、この万国紹介のクリスに何なりとお申し付けください。はい、絹をお売りいただきありがとうございました、クリスさん。じゃあな、もう奪われないように気をつけろよ。旅人さん、お手伝いありがとうございました。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら神里家のお嬢様に会えるような身分じゃなかったってことか？そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を多くの人に知られるわけにはいきませんので。ひひ、お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまでです。私の立場上、彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級などとは関係なく、私自身の意思で困っている一般人の方を助けたまでのこと。なぜなら私は心の奥底では民が困難に遭う世の中を正しいとは思っていませんので。申し訳ございません、このような無駄話を。
小倉屋へ戻りましょう。苦労して手に入れた絹を店主に渡さなければ。ああそうだな。皆さんお帰りなさい。どうでしたか？万国商会に在庫はありました？はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外の材料は店にあったはずだから、材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので、皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかし、あなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか？そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当におかわいいですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら、他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば、他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう？そうそう、いろんなやつがいるぞ。フードをかぶってたり、顔の半分をお面で隠してたり、クジャクのような格好をしてたり、お腹をちょっと出してたり、ピチピチな服を着てたり、みんな自由なんだ。ダメなことなんてない。ないとすれば、それは想像力の方だな。そうなのですか？決まりもなく、すべてお好みで？それは、いいですね。なぜだかわかりませんが、少し憧れが。お前も、そんな変な服が着たいのか？いえ、そんな。私はただ、思いのままに振る舞える方々を尊敬しているだけです。七国を渡り歩き、人々の生活を見てみたいですね。お待たせしました。確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか？いえ、材料はすべて揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか？はい、わかりました。すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたら、なるべくお早めにお願いできますでしょうか？近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので、今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう？オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう？おー、ご飯だ。
場所はきちんと厳選してあります。君の料亭です。高級すぎてかしこまってしまう料亭より親しみやすい君の料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。服が仕上がるまで辺りをブラブラしながらご休憩なされてはいかがでしょう。この店か。通りに面した開放的な店だな。確かに親しみやすそうだぜ。いらっしゃいませ。君南さん、こんにちは。あ、神里様、時間ぴったりですね。予約してた時間通りです。はい、注文内容は以前予約した通りに、それと事前に言っておいたこともお願いします。はい、わかりました。もうすべて準備してあります。旅人とそこの小さいお客さんはこちらへどうぞ。私は料理の準備をしてくるから。旅人さん、パイモンさん、どうぞおかけください。私は少々席を外します。すぐに戻りますので。いえ、そういうことではございません。いくつか些細なことを処理し終えたらすぐに戻ります。あ、行っちゃったな。なんか急いでたみたいだけど。お二人は神里様のお友達なんだよね。私のお店の料理は庶民的なものばっかりで、高級とは言い難いけど味には自信があるよ。気に入ってくれると嬉しいな。お店ももう長いことやってるから、神里家の方とも交流が深いの。神里家の兄弟は二人とも私の店の味が好きで、昔はよく人に頼んでうちの料理をお持ち帰りしてたんだ。でもまさか神里様が自分で店に来るなんてね。それにお友達も連れて。あの方がお友達をご飯に誘うところなんて初めて見たよ。初めてなのか。オイラたち誇っていいよな。そうなの。こう言ったらあれだからあなたたちだけに言うけど、私の知る限り神里様ってお友達があまりいないみたい。どうしてだ。人もいいし礼儀正しいし、みんなから好かれてるはずだろ。私もそう思ってたんだけど、対人関係ってそうもいかないみたい。神里様は容姿端麗で高貴な身分、それに優雅な振る舞いからまるで高嶺の花だって近所の人たちはみんなそう言ってるの。完璧すぎるのは逆に距離感を生むのかもね。普通の家の子はあの方に話しかける勇気すらないもの。あんなにいい子なのに友達ができないなんて。そうだったのか。交流は少なくとも私はもう長いこと神里様のことを知ってるからね。あの方が若くしていろいろな責任を背負ってることは本当に尊敬するよ。だから今日は神里様がお友達を連れてきたのを見て私もすっごく嬉しいんだ。たくさん食べてね。よかったらあの方ともっとお話をしてあげて。私たちここ一帯に住む人たちからのお願いだと思ってさ、頼んだよ。はっ、あ、彩香の声。すみません、旅人さん。その
私と一緒にこちらへ来てくれませんか。頼みたいことがございます。すみません、急に呼び出してしまって。実はその私が先ほど作った料理が失敗してしまい。あの音は鍋が吹っ飛んだ音だったのか。見ての通り、この家は料亭の隣にある店主の私邸です。この庭も私有地で、ある特別な料理を作るため道具と食材の用意を店主に手伝ってもらったのですが。そうだぞ、料理が食べたいなら店で注文すればいいじゃないか。私が作りたかったのは椿さんへの手土産でございます。お母様の手記には、椿さんは異国料理がお好きだと書かれていました。今回椿さんに会うため異国料理を作ってお渡しした方がいいと思い。異国料理、稲妻料理じゃなければいいんだよな。それだったら選べるものがたくさんあるんじゃないか。私もそうなのではないかと思っていました。あなたみたいな各地を旅する方であれば、きっと様々な美食を知り尽くし知識にも富んでいるのではと。料理を作っていただけませんでしょうか。どうかお力添えを。もちろんお礼はきちんといたします。どのような異国料理なら贈り物に最適でしょうか。おいら知ってるぞ、この類の料理ならあれしかないよな。ピザだ。ピザ？おお、具材とソース、そしてチーズを生地の表面にのせて焼いた食べ物だぞ。すっごくおいしいんだ。にゅー、それはとてもおいしそうですね。ピザは焼けましたか？焼けましたか？焼けた焼けた。香ばしい匂い。旅人さん、やはり料理がお上手なのですね。私も様々な料理を作れる腕の優れた料理人になりたいです。レシピがあればできるぞ。機会があれば今度もっとレシピを持ってきてやるぜ。はい、一緒に料理の心得を共有できることを楽しみにしていますね。二人ともうまくできた？あ、これは神里様、欲しかった料理ってこれのことですか？はい、旅人さんに手伝ってもらって作った異国料理でございます。お持ち帰り用に包んでいただけますか？もちろんです。ふーん、香ばしい匂い、本当に美味しそうな料理ですね。あー、私もこの料理をお店に出してみたいな。ふふん、作り方を教えてやろうか？え、いいのですか？食べ物はみんなで食べるともっと美味しくなるんだ。モンドのみんなならこの料理を稲妻の人たちに伝えても気にしないと思うぞ。本当に？やった！前から異国料理を学びたいと思ってたんだ。作り方を書き写してくれればお店で販売して一番目立つ位置に広告を載せるよ。鎖国してからというもの、みんなもう長いこと新しい料理を食べてないの。旅人、本当にありがとう。私
私は神里様の料理を包んできますね。やることが終わったらみんなもこっちに来て。料理もできてるから。高値で売れるものなのに、それを惜しみなく共有するなんて素敵です。私は本気でそう思っているのです。とても尊敬しています。あなたのような高潔な方と友人になれたこと、誇りに思います。それでこのレシピは書き写せばいいのでしょうか？ああ、オイラたちの好きな具材でピザを作りながら、その内容をレシピに書いて店主に渡そう。じゃあピザを作るぞ。一つ目の材料の組み合わせを選ぼう。そう、それだ。じゃあ二つ目の組み合わせを選ぶぞ。そうそう、それだ。あとは調理方法も書かないとな。トレイに乗せて適度な火加減で焼き上げる。できた。この自信作、きっとオイラたちの異名とともに稲妻に受け継がれていくぞ。はい、こんなに美味しそうな料理ですから、きっと間違いないでしょう。じゃあ早くこのレシピを店主に渡そう。レシピは書けましたか？書けました。ありがとうございます。うわー、楽しみだな。早く新しい料理が作りたい。旅人さん、パイモンさん、お食事の時間を邪魔してしまい申し訳ございませんでした。働いた後の方が食事も美味しいから大丈夫だぞ。熱いうちに食べましょう。どうでしょうか、稲妻の料理はお口に合いますか？おいしい。これもおいしいし、あっちにあるのもすっごくおいしい。安心しました。ところで、先ほど私があちらで料理を作ろうとしていた時、店主さんと何か話をされていませんでした？その、私のことについて話していたのでしょうか？ちょっとだけ話したな。でも、お前のことで嬉しかったから話しただけで、別に変なことは言ってなかったぞ。私のことで、嬉しかった？やはり言ったのですね。彼女はあれも言ったのでしょうか？もういいです。私に友達が少ないのは自分でも分かっていますので。別におかしなことじゃないぞ。他の人がお前と話す機会がなかなかないだけだ。慰めてくれてありがとうございます、パイモンさん。それは全て事実です。私はあまり友達と呼べる方がおりません。普段から近くにいるのは家族や配下の者のみですので、皆さん私があなた方を誘ったことに驚いているのでしょう。そうだぞ、お前に友達はいる。オイラたちだ。ありがとうございます。私とても嬉しく思います。すみません、お恥ずかしい姿を見せてしまいました。何か抱えてるなら我慢しないで発散しろよな。はい、それと私もあなた方を大切なお友達だと思っております。とても嬉しいです。いいだぞ、オイラたちよくしてくれた人にはこっちもよくするって決めてるんだ。お前もお母さんの手記からその椿っていう人に会いたいって思っただろ。友情っていうのはいろんな人に影響をもたらすことが
ができる。だからすっごく重要なものなんだ。はい、入場は私にとってとても貴重なものです。あなた方との縁大切にします。でもそういえばその椿って人一体何者なんだろうな。そのことについて簡単にではございますが、ある憶測があります。私が思うに椿さんは狐紳士かもしれません。狐紳士？はい、私はそう思っております。私ですらお母様からそのような友人のことは聞かされていませんでした。その神秘的な存在、きっと普段では見ることがかなわない奇人なのでしょう。稲妻には古くから狐紳士に関する逸話がございます。もうすでに八重宮司にはお会いしていますよね。彼女も狐紳士ですよ。この方面から推測するに、稲妻の地にはまだ知らない狐紳士が他にも存在する可能性がございます。そしてその椿さんこそその中の一人なのかもしれません。それって稲妻にも仙人がいるってことか？稲妻にもとは一体？稲妻に来る前はリーユイに行ってたんだ。リーユイには仙人がたくさんいたぞ。空を飛んだり地下をかけたり水中を泳いだり土に埋まったり、いろんなやつがいたな。私も本でそのような話を読んだことがございますが、実際に聞いてみるとやはり驚きを隠せません。さすがリーユエ、古くからの文化が美しき伝説を生み出しているのですね。憧憬の念を抱かざるを得ません。機会があったら一緒にリーユエに行ってみようぜ。あそこにはうまいもんがいっぱいあるんだ。すごいんだぞ。本当ですか？楽しみです。しかしその前に、旅人さん、パイモンさん、今回の食事は満足できましたか？もちろん。それでは着物を受け取って稲妻の神秘的な奇人に会いに行きましょう。全力を尽くす忍耐と